いやあ、せつなケースだよ。今回は武器に願いをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。次から、久しぶりや。久しぶりすぎて、前はどんな感じだったか全然覚えてない。10日目か、今日。とうとう、2桁。状況整理ね。ナイトソードが作れてない。んで、持ってた。まあこんな感じで、なんか槍の新しいやつ出てきたけん、これをめっちゃ作ったなーって感じか。よっしゃー、思い出し、切ってはないな。次の日になって、ここら辺の何が必要なんかって見とこうな。ルーンソードがないとこの辺は無理だけん、まあするか、やっぱこの辺か。今の重要なんは、やっぱ石の鉱材に、あとは、なんだ?ウーツコ、やな。ウーツコがないとわかんな。ナイトソードも、ウーツコか。オッケー。それだけわかれば、次の日へ行ってみましょう。名を張るって読むか知らんけど、片足に傷を負いながらもう頑張るね。皆さん頑張るね。あと、ポン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 、ポン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 って見ていって終わり。はい。はい、終わり。はい、終わり。残り体力。8014。もうちょい攻撃力上げていきたい。で、早い段階で魔王を倒したい。そんな気分です。ロングソード。どうすかな?槍をここで混ぜて、属性付きで攻めよう。属性で、よ、久しぶりすぎて属性付きって言葉がなかなか綺麗に出こなかった。回転。属性付きをバンバン打って、とりあえず攻撃力で攻めたいところ。魔王にね。俺が攻めるんちゃうけど。ふぅ、久しぶりやもんな、これ。おぉ、やはりロングソードっていうヤスインが来て、ヤスインを置く。まあ、こんな感じで行きましょうや。どんどん植えろ、どんどん、どんどん。久しぶりやけんな。ああ、まあ、あの人を引き返す。あ、結構高いもん売らんかったら来てくれんたい。また槍だ。また槍だよ。安いもんがっついてくるな。安ければいいのかい。武器には威力ってもんがある。ロングソード。おう、サラマンドソード、ようやく。属性付きようやくやん。あ、ちょっと早いな、みんな。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 よし、これでよし。オッケー。オッケー。オッケー。ちょっと、焦らせるなよ。どんどん売り上げ伸ばしていきたいんやけど、なんか安いもんばっか疲れよんじゃないか。もうちょっと高いもん。ロングソードか。ロングソードか残念やな。よっす。お、雷鳴剣来ました。やっぱ雷鳴剣以上のナイトソード欲しかったなって感覚はすごいな。もう雷鳴剣で並べたろうか、もう。雷鳴剣しか売れんような気がするんやな。属性付き。サラマンドソード置こう。槍が売れる。もう属性付きで攻めたろ、もう。属性付きオンリー。もう属性付きオンリーで固めてしまおう。もうあ、それでも結構来るんやな。だがまだ足らんな。これでも最高記録の半分ぐらいやけんな。いまいち。あ、ロングソード置いた瞬間入ってきた。待っとったかのように入ってきたで。なんだ今の。あ、売り上げ落ちよる。売り上げ落ちよるで。売り上げ伸びんぞ。やばいな。やっぱナイトソード作らんかったら、ウズコを早く手に入れんかったらまずいぞ、これ。一応売れよんよな、属性付きは。けどやっぱ爆発力に欠けるんやな。さあどうなる?これはあんま伸びんだろうな。フリーズブレード。で、こう来て。まあこんな感じで置いて。これはちょっと伸びんなっちゃうかな。ロングソード。あらららららやな、これ。そんなに伸びよるイメージないぞ、これ。本数23本って少ない。売り上げ33,400。ダメだこりゃ。久しぶりにやったらこのざまですよ。くっ
そう。さて、やっぱウーズ港から始めていかあったらあかんな。新たに依頼で、そもそも、ウーズ港は、おぉ、ウーズ港じゃなかった。雪、晴れ朝。わからんけど、それが、来た、ウーズ港来た。やった、ウーズ港、ウーズ港めっちゃ来る、ウーズ港めっちゃ来る、うっさぁ、ウーズ港めっちゃ来た。これいいで、ウーズ港。ようやく明日ナイトソードとか久しぶりに作れるで。おぉ。10個。よっしゃ。だったら、そうやな。また依頼で、ウーズ港バンバンいいかなな。ウーズ港が命やな、もうこんなん。で、一子。なんやけど。あれやな。属性付きがまだいくつか残っとるけん3個ずつでいいだろ。問題は鉱材。もうポーンって全部買えるだけ買ってしまおう。おいし。で、あとなんこれぐらいかな。ここはおっさん増築、お金いくら持っているかわかんねえ、増築できんだって同じことばっかしゃべよんな。プッあーでも連打しすぎた、連打しすぎた、連打しすぎた。オッケー、はいはい。あれ、いらっしゃいますかと思ったら、お給料が安くて嫌になっちゃう。あ、そうなんじゃ、嫌になっちゃうんじゃ。頑張れやーいあー、お給料が安くて嫌になっちゃうって言おったな。左に上のお姉さんに貸してあげたらいいんちゃうかな俺はいい。やっぱメインはこのおじいさんだったな。これからも話し相手になってくだされ。もうちょいなんか面白い話ないない。俺それ楽しみにしとる。毎回それ楽しみにしとるんや。おじいさんもそうそうネタ切れなんかな。年寄りにはあれが限界か。よっしゃー、作るぞ。ロングスピアってなんだ。そうそう、ウーツ鋼を使うやつなんやな。こっちにも使いたい。うん、ロングスピア、どうしようかな。3本でいこうかな。ナイトソードの方が欲しいね、俺はな。オッケー、これはまだ結構残っとるな。10本ある、あれば十分だろう。なんこれ、これは鉱材ロングソードとあって、この赤いのを作れるんだったっけ。作れるやつやな。オッケー、まずはロングソード作っとかなな。20本ぐらい作ってちょっと様子見よう。バスタードソードも少ななったな。だから属性付きメインに売るんだったら5本ぐらい作れば十分だろう。それよりもこっちは雷鳴剣を2本補充して、サラマンドソードも1本補充で8本にしといて、フリーズブレイドは10本もあれば十分だろう。よし、どうしようかな。こんなもんかな。鉱材結構残ったけど、まあいいだろう。必要ないって考えればいいでしょ。オッケー。あ、待てよ。でもな、一応ロングソードもうちょい作っておこうかな。槍もよし、これでいこう。あ、そうだそうだ、ここに乗ったんやな、ロングスピア。攻撃力20で2800円。ナイトソードと比べたらまあこんなもんなんか。でバスタードソード、ああバスタードソードとナイトソードの間ぐらいの感じなんだ。へえ、なるほどね。これはちょっと面白いかもしれん。いや、もしかしたらバスタードソードとロングスピア似たような、種類が違うだけで効力とか値段とか一緒かなと思ったんやけど、こうやったらちょっといろいろ面白いことになりそうやな。なんかバスタードソードは高い、安いけど威力ないな、けどナイトソードは
攻撃力はあるけど高いけんなぐらいの人に打ってつけみたいな、そんな感じやもんな。そんな人がおるかは知らん。セーブ。よっしゃー。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。まあ、次の日は期待しようぜ。ナイトソードがめっちゃあるもん。オッケー。というわけで今回はこの辺で。シュー上げ。はい、お電話ありがとうございます。こちら、鍛冶屋ゴリゴリでございます。え？明日で鍛冶屋ゴリゴリを閉店するだって。え？なんでですか？なんでですか？え？経営不振だから？いや、ちょっと待ってください。まだ始まったら。どういうこと？